イングランドプレミアリーグでは、エバートン対リバプールのマージーサイドダービー、17日に開催される。リーグ公式、ツイッターアカウントでは、試合に向けて、過去のダービーマッチで生まれた印象的なゴール集を動画で紹介している。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、1992のプレミアリーグ設立以降ではこれまでリーグ戦で56回のダービーマッチが行われ、リバプールの24勝23分け9敗。リバプールが77得点、エバートン48得点、合計125点のゴールが生まれている。両クラの歴史に名を残す名選手たちもダービーの天者として名を刻んできた。プレミアリーグ大では最多の9得点を記録したスティーブン・ジェラード氏をはじめ、フェルナンド・トーススシやルイス・スアレス、ロメル・ルカクナのゴールもピックアップされている。ゴールの最後を飾るのはダービー史上に残る熱戦一つとして、語り草となっている2001年4月のミの決勝点。後半アディショナルタイムにガリ・マカリスター氏が直接 FK から決勝ゴールを、デリバプールが劇的勝利を飾った。今回の合わせでもダービーの歴史に刻まれるスーパールが生まれるのだろうか。南野匠のプレアリーグ初ゴールにも期待したいところだ。ページ、動画、リバプールとエバートンのマーサイドダービー。歴代名ゴールの数々。